ドーミーン、チェックアウトしました。今から、うん、地球岬に行きます。はい、めっちゃ行きたかったところ。そうなん、うん、だけどちょっとお天気がね、お天気ダメですね。ダメですね。なんだ、異端期って、異端期、こういうな、意味がちょっとよくわからない地名っていうのは、大体アイヌの地名やね。イタンキ。イタンキ。これじゃない？ボコイ駅だ。これボコイ駅じゃない？そうだな。あの有名な。うん、なんか可愛いよ。可愛いな。うん。車止まって何も見えないけど。ボコイ駅だ、これは。地球メートル道先通り 1.8 キロです。とっかりしょな、何がなって何よ意味わからんやろ。とっかりしょ、だから基本的にはそういうのは全部アイヌの人な上なんだ。そう、本当だって、あの地球岬って断崖とか崖とかそういう意味だもん。そうな、うん、地球が丸く見えるからじゃないんだよ。地球が丸く見えるからじゃないの。それは後で取ってつけたやつです。そうな、うん、室蘭八景です。ここから歩くんです。はい、ようこそ地球岬へ。岬にやってきました。今からあの上まで行ってみます。おい、レッツゴー。地球岬トイレット、トイレット、こっちです。ここか、ここだ、うん、ここです。どっかりしょ、どっかりしょ、もういい。とっかりしょも行ってみますか、時間があれば。はい、ここになんか USJ みたいなのあるよ。あ、海が見える。ほら、見てみ、見てみ、チーキーウーヤ、チーキーウーヤ、チーキーウな、アイヌ語やねんて。へえ、クジラやイルカが見えたらいいね、やって。どんなとこで、あ、灯台がある。だからな、うん、あの辺までな、行けると思ってたけど行けないんだね、もう。うん、ほら、さっきな、僕がな、うん、アイヌ語でな、うん、崖やでって言ったでしょ、うん、ほら、ちゃんと書いてある。ポロ、ポロチケウェ、ポロチケウェ、うん、ポロチケウェがどうして地球岬になったやろ。本当だな、うん、ポロウェってやったわ。ポロチケウェ、ポロチケウェ、ポロチケチで。北海道の、うん、ここです。はい、この角、はい。これが地球岬です。はい。すごい寒いですわ。やっぱり北海道は。よいしょ。わあ、すごい。いいじゃないですか、これ。おお、ちょっと見て。ポロチケウや。どういうこと？ポロチケウ。
どうなってるの？断崖。この断崖がこの岬のポロチケオの由来ですよ。この断崖が、チキウ岬。へえ。意味は断崖。本当に断崖だな。うん。あ、クジラとかイルカが見れたらいいねって書いてあったね。見れるのかな。さっき言ったよ。ないです。いるかもね。ねえ、北海道のカドッチョっちゃカドッチョだな。うん、これがな、だからな、うん、噴火湾やね。湾になってるのね、大きな。そうそう。うん、ほんで、うん、向こうずっと行って、あそこであの陸が切れてるだろ。うん、あれの、うん、あの山の、うん、向こう側が函館。うん、うん、なるほど。こんな感じ。ちょっとここが地球岬で、うん、ここにこう山があるでしょ、そこ。うん、この山を乗り越えたここが函館、うん、ここが函館です。本当だね。うん、いいじゃない、よかった雨降らなくて。すごい景色やで。この崖がいいね。ね、地球岬終了。雨降らなくてよかった ね。このとっかりしょっていうのが気になってんけど。とっかりしょ。とっかりしょ。崖じゃないかな。とっかりしょも行ってみようよ。うん、せっかくだから。まっすぐだね。うん。室蘭八景金屏風。これはいい。それがとっかりしょの方にあるんだが。そうなん。ここじゃなくて、あ、ここかよ。わかんない。そうかも。まあいいわ、とっかりしょ行こう。知らんけど、あ、あれじゃない。すごい屏風あったね。うん、とっかりしょに行くねんな。うん、とっかりしょ。とっかりしょ、どういう意味やろ。とっかりしょ海水浴場って書いてあるよ。あれ海水浴場なの。ナビには書いてあるよ。どうしよう、砂浜なのかな。わかんない。ビーチかな。まず基本的に意味がわからないねえ。なんかさ、うん、感じの普通の地名やったらさ、うん、なんとなく、うわー、すごくない？すごいすごい、すごいね。そうなん？うわー、すごい。多分、あの辺波消しブロック置いてあるから、うん、ここ、あの、一応海水浴場なんだ。そうなん？うん、なんかいっぱい流れ着いてる。そうだね、すごいなあ、あそこ。やっぱりこういう何、うん、海岸線を見ると、うん、北海道やなーって。やなーって、うん、とっかりしょやなーって、うん、とんがってるからじゃない。そうな、とんがってるからとっかりしょ。
そうかな。美しいとかがピリカノカっていうの、うん、美しいピリカノカピリカノカは美しいとかいう形、うん、でその中の、うん、ここはとっかりしょ、とっかりしょ浜、とっかりしょは、うん、アザラシ岩、おお、あの辺がそうなのかな。アザラシがさ、うん、あの海面にこう顔をぴょこぴょこ出してる、あんな感じに見えるんじゃない？そうなんかな、うん、この松浦さんってな、うん、北海道って名付けた人やんな、うん、合ってる、うん、ほんで、うん、前おといねっぷの焼きそば食べに行った時に、うん、北海道命名の地とかあったな、うん、あった、覚えてる？ひっそりとしたところ、そう、それ今言おうと思ったけど、グッとこらえてたのに。グッとこらえてた。ああ。こらえなくてもいいのに。何？もういいよ。何よ。いいじゃないの。そこ行ってきて。嫌だ嫌だ、そこ行ってきて、嫌だ嫌だ嫌だ、行ってきて、なんかあるか、行ってきて、絶対なんかあるって、ないって、あるって、ないって、絶対あんねん。何がすごいの？やめてよ、怖いこと。やめて。ちょっとめっちゃ怖い。うわー、絶対嫌です。うわー、超怖い。嫌だよ。またおじさんが泥の中に足突っ込みました。やらかしました。これが海水浴場らしいです。なんかあの辺の岩もすごいな。そっち行くよ、よいしょよいしょよいしょ、怖い、すごいな、ここ怖い、柵も何にもないな、うん、怖いです。あそこの岩の上に、うん、ちょっとへっぴり腰で立ってみました、うん、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いな、怖いよ、すごい断崖絶壁ねえ、うん、海岸線から離れちゃうね、本当だね、地球岬よりも、とっかりしょ、とっかりしょよりも、うん、名もなき断崖絶壁、あそこが一番良かった。
うん、おすごいいいじゃん。すごいね。お工場地帯が上から見えます。本当だ、ね、工場やけ、ここが綺麗なんじゃない。ねえ、あ、工場やけ、もう一個行ってないとこあった、そういえば、うん、あれが白鳥大橋だね。うん、から綺麗に見えるんじゃない、夜景が。本当だな、ね、あ、前があれじゃない、測量やばいった。なんか、ちょっと待って、フェリー乗り場か、行こうか。うん、フェリー乗り場来ちゃった。ブロランコフェリーターミナル、まっすぐでいいのかい。はい、600m で左です。はい、これか。あ、これだ、でかっ。じゃあここに入れないといけないんじゃないのか。そうかもしれないです。あ、ここです。ああ、うん、本州への石炭積み出しの町として、うん、明治半ば以降、うん、発展した室蘭において、うん、要は石炭をこれで一生懸命港まで運んでたっていうことですね。D51 です。まあ、誰でも知ってますけど、 D っていうのは動輪が4つあるってことですね。そう、うん、動輪というのは、動輪っていうのはそのパワーが伝わる車輪が4つあるってことです、うん、そうなんですか。C っていうのは3つしかないんですよ、うん、へえ。だからほら、パワーが伝わる車輪が4つあるでしょ、うん、パワーが伝わる車輪が4つあります。それを D って言います。それを D って言います。これ好きな人が見たらたまんないじゃないの。たまんないんだろうな。なあ、かっこいいじゃないですか、うん、平成9年まで使われてたって。へえ。ほら、結構最近じゃんな、平成って、うん、はい。重い。登録有形文化財ですよ。うん。記者のシートなんですよ。本当だ。そうそう、昔この直角やって。直角やった。そう。今はバス停の待ち合いであるんで。ああ、なるほど。もういいかな。わかんない。シャキーン。お、綺麗。白鳥大橋なんでしょうか。白鳥大橋なんでしょうか。それ、Google のナビさん。Google のナビさん。Google のナビさんは白鳥大橋、白鳥大橋って言ってたよね。白鳥大橋じゃないの。どっちでしょうか。ホタテ街道だね。こんなに大きいの。目的地は左側です。ユララ、ユララ、ジ
あと60メートルまだ右、30メートルで右に曲がる。あれだ、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 あれです。そうなん、うん、南西に進みます。通り過ぎました、通り過ぎました。合ってるかい、本当にここで。え？あ、この中で食べるの？イートインはここじゃないかな。そうな？じゃあ買うよ。あ、すいません、僕井駅ではもう売ってないんですか？今あの列車の方の予約で、あの何時着とか何時発っていう時は持っていかれる、持っていくようにはしてるんですけど、ちょっと違った状態で、はい、なるほど、ここに来たら食べれるんですよね。ここはあのジョージ作ってますので大丈夫なんですけど。わかりました。はい、いや、どちらからでした？大阪から。ああ、東京から。いくらですか？1188円です。はい。今はね、向こう駅に到着した人で、予約されてる人にわざわざ持って行ってはるんで。うん、名前がいいよね。うん、じゃんじゃんじゃん。うわ、すごい。何これ。僕にですよ。貝の中にもご飯入ってるの？これおにぎりになってる。だからさ、おにぎり2個ってこと？そうだ。まずな、ここにほら、僕おい、僕おい、僕おい。なんかどういう意味？ホッキ貝がいっぱい取れるよっていうところ。なるほど。アイヌ語に、それがボコイ、うん、それがボコイになった。この当て字を考えた人もまたすごいよね。センスあるな。うん、母恋し。本当だ。な、うん。で、これかな。うん、多分味付けのゆで卵だと思う。うん、いろいろ入ってますよ。で、これがちょっとよくわかんないけど、うん、チーズかな。スモークチーズかな。なんか燻製っぽいよね。ね。で、これが茎わかめ的なおつまみわかめ、うん、で、うん、これがホッキのおにぎり、うん、ホッキ貝のおにぎり、はい、多分ね、この中にも同じものが入ってると思う、うん、ほら、うわ、見て、まだアメちゃんもあったよ。そうやね、僕たち2人で来てるから、これわざわざ追加でこれ貼って。あ、そこで猫持ってきてくれた。そうやね、すごいな、うん、へえ、わざわざアメちゃんもありました。こうなってんの？そう。貝を裏返したら、うんうん、じゃーん。おにぎりになってました。だからおにぎり1個ずつです。ね。うん。すごいな。たっぷり入ってんな。うん。ホッキが。さっき食べていい？うん。いいよ。食べるよ。うん。ちょっと手拭こっと。うん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。カニストばっかり。おいしい。おいしい？うん。うそ。おいしいよ。うそ、食べたい。うん、おいしいおいしい。なんか目の前がマリーナみたいになってて。本当だな。こんな景色を見ながら食べれますよ。うん。すごい美味しかったな、うん、なんか味が染みててな、うん、うん、あんなところに、なんだあれは、でかいな、でかいな、海猫じゃないかな、でかいよ、すごい。カモメって もう一回りちっちゃいと思う。うん、これは美味しい。美味しいですね。マジで美味しいです。
おこいめし本舗さんです。はい、室内に来たらぜひ皆さん来ましょうね。ここにね、ほら見て、白鳥大橋。そうだよ、白鳥で合ってんじゃん。右方向です。 Google さんに教えてあげたいね。 Google さんは白鳥大橋って言ってはったよ。言ってはったね、うん、すっごい晴れてきたよ。すっごい晴れてきたな。すっごい晴れてきた、うん、マジで昨日あんなに雨降って、おこい飯美味しかったな。めっちゃ美味しい。なんかお店の人もすっごいいい人やったな。もういい人、いい人だな。あのお父さん、お父さんの笑顔、笑顔もうありがとうございます言っても、いい人やわ。2人でおこい飯弁当1個しか買ってないのに、満面の笑みだったね。10個ぐらい買ってあげればよかっためっちゃ美味しいのにな。なんかあの手作りでさ、あの40個ぐらいしか作れないってなんか書いてたよ。あーやっぱり、うん、もうだからやっぱ2人だけでやってはんねやろね、うん、ほんで前はあの五湖井駅で売ってたみたいなんだけど、もう今は注文予約があって、で駅に着く記者に届けに行くみたい。あれ記者で食ったらうまいぞ。絶対美味しいわ。最高だぞあれは。容疑者で食べるよ。容疑者がいいね絶対美味しいわあれ。家から見たいね。丸い湖ですから。ドローンが欲しいね。入ってる、ボコボコなってる。登別の鬼はみんな髪の毛ふさふさやな。な、剛毛やな。剛毛やな。うん。